次はどんなバンドが出るのかなって見えてますよね。そろそろバンドの紹介をしてみたいと思います。モテそうやな。モテそうな匂いしますね。後で年から聞いてみようか。聞いてみましょう、聞いてみましょう。モテるかも聞いてみようか。まずはライブを楽しんでいただきましょう、はい、ではラジマエちゃんバンドの紹介お願いします。はい、セルフィッシュの皆さんです。どうぞ。
夏、夏真っ盛りでね、このお祭り、今日はお祭りですよね。あ、お祭りのこう、いい感じに暗くなってきた雰囲気でね、ライブをしておるわけですが、あの、皆さんのね、思ってるここ4倍ぐらい暑いんですよ。でもね、こう、みんなにこう、ちょっとね、今日は祭りという特別な日で、ちょっとでもこう、僕らのおかげでね、ちょっとだけでも楽しくなって帰ってくれたらなと思って、今日はやってきました。シルフィッシュです。今日は最後までよろしくお願いします。ね、ね、そう、この後花火が上がるみたいで200発も上がるみたいなんですよ、ね、でね、花火ってバーンってやつあるじゃないですか。大きな花火、あれ一発打つのになんか100万円ぐらいかかるらしいんですよ。そや、ほんまにって聞いたんやって。ほんまに、ほんまに絶対騙されてるやろそれ。だから花火はすごく貴重なわけですよ。それを200発も見れるというね、今日はだから花火まで残ってください。よろしくお願いします。お願いします。もうね、もうというわけでね、次の曲でも僕ら最後なんですけど、今日は最後までね、いいアーティストがたくさんいるのでぜひ見て帰ってください。でね、今日のためにちょっと夏の曲を1曲作ってきたので、じゃあそれを最後にやって帰ります。しるよしでした。今日はありがとうございました。最後に聞いてください。まさかさま。ありがとうございました。シルフィッシュでした。
ございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ほら、ほらね、えモテそうやね。モテそうやね。モテそうな定義って何なん？え、どんな感じがモテそうなんやろ。爽やか。僕自分で言うのもなんですけど、うん、なんか僕透明感ないじゃないですか。あ、わかるわかる。ギトってしてる、ギトって。え、ギトって誰がギトってしてる。いい色にしようと思って色混ぜすぎて汚い色になるあの感じですよね。なんて表現したらいいと思う。小学校の時そんなんばっかでした。絵は僕の絵はびちゃびちゃになってました。あ、透明の人が来た。どうぞどうぞ前まで。なんで、ね、最後の曲とかなんかポカリスエットの CM なんててもおかしくないです。確かに。イオンサプライズなんかそんな感じありましたもんね。確かにね。じゃあ改めてポカリスエットの CM 出てそうですね。出てそう。改めて自己紹介お願いします。はい、シェルフィッシュのボーカルギターともきです。いやー、ありがとうございました。ともきさん。ともき。あだ、ともきはだって親が嬉しいでともきみたいな子育て。それを追い出す部屋はなんともきやったらね。ともきやったら追い出すね。発動はすぐ追い出される。いいんです僕の話は。ともきの話聞いたって。え、今日さ、はい、ちょっと約束あった。今日さ、ちょっと約束。そうです。何約束って。ですね、僕機械体操をずっとやってまして、はい、もう引退したんですけど、で、うん、この間ラジオに出させてもらった時に、はい、Y 字バランスをできるんじゃないかみたいなの言われて、じゃあ今度港祭りでやりますって言ったんですよ。だからちょっとY 字バランスをやります。トモキの Y 字バランスいかがですか。今やったらいい。イエイイエイ。はい、はい、お、はい、シャッターチャンスですよ。いくでいくで。よーよ。あのね、みんな Y 字バランス見慣れてないから拍手のタイミングがわからない。ちょ、僕も一緒にやらせて、僕も一緒にやらせて。もう一回やろう。せーの。いいよ。ええタイミングでなったしね。もう、もう、なんやこれ多分、くまちゃんにブー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 。もういいですよ。あれ、アイジバランスする子おらんかった、ね、アイって何。アイバランスもこれ、アイジバランスあれ、アイジバランスも言ってましたけどね。もうテレアなんで、僕以外のメンバーはバンドの話したくてください。バンドの話をしたってことです。もう気になった方は YouTube をチェックしてください。そんなんでいいか君。ほんまにいいのか。もうね、せっかくやからね。まあ、でも、はい、どうでしたライブは。いや、今日野外で気持ちよかったですね。夏で暑いんですけど、みんなもこうすっごい笑顔で聞いてくれて楽しかったです。本当にありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。コメントまでもなんかね、爽やかね。なんやろ、白と黄土色みたいな。赤にしてくれ。赤にしてくれ。何で黄土色やねん。白と黄土色って。ほんまね、あなた本当に僕のお父さんお母さんに謝ってください。本当に追い出されたしね。うるさいわ。こんなことはいいの。今後の活動も聞きましょう。はい、トモキ君、シェルフィッシュの今後の活動なんかありますか。はい、今 CD を出してるんですけど、そのツアーのファイナルが7月22日に神戸バリットであるので、もし興味があった方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。来週の水曜日ですね。もうもうやね。もうすぐやね。もうすぐもうすぐやん。はい、チケット今日持ってきてんの。持ってきてます。あ、お、 CD もあるんで。ある。今から出すんですけど、今日買ったらポカリスエットがついてくる。ついてこないですよ。提供が来るまで応援してください。よろしくお願いします。ね、大塚製薬、徳島にありますから。あ、そうですね。なるほど。そんなところにね。そんなもいいですよ。はい、美術館もありますからね。そんないいの。イメージだけで喋るのやめてあげましょう。はい、今日はね、そのライブのチケットとか CD もありますし、はい、このステージでは2曲だけだったんですけれども、はい、ぜひとも家で歌詞とかね、それからサウンドとかもゆっくりと楽しんでいただけたらと思います。はい、ラジオに出てからね、メンバーの中とか周りとかからのなんか反響とかありました？そうですね、結構そのラジオを聞いてくれて、うん、そこで初めて曲を聴いてライブに来ましたっていう人が結構いて、おすごい影響力があるんですよ。え、うちらのラジオ？そうそうそう。他に何があんねんな。何のステージやねん今日。やった。おっさん反応。
そうです、すごいですね、ラジオは、ね、いろんな人が聞いてくると思いますけどね、出会いがまたあってということで、まあね、ともきくんラジオ出た時にも、はい、Y 字バランスやりますってマイクから離れて窓際の方で Y ってやったけど、ね、ラジオで全然伝わらない、ようやく今日見えた、今日やっとね、はい、やっと見れたと嬉しくなってる人もいるし、どうしていいかわからなくなってる人もいると思いますけどね、ぜひぜひですね、ライブハウスにも足を運んでいただきまして、またね、今後ラジオとかにも登場してくれるかもしれませんし、彼らの動きも目が離せません、この後、物販コーナーの方に移動しまして、ライブのチケットや CD の販売を行います、はい、いろいろ聞きたいことがある方は直接メンバーにお話をしてあげてくださいはい、お願いいたします。はい、ライブとそして待望の Y 字バランス2回も披露してくれましたよ大きな拍手で送っていただきましょう。フレッシュ、ともきに大きな拍手を送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。イエイイエイ、爽やか、サリー方も爽やかですねポカリセットっていう感じでこれでも提供来るのも ね割と意外とね、こうやってステージで話していると、はい、何らかの関係者の方がいらっしゃったりとかして、うん、ポンポンと話が進んだりするものなんで、ね、言うとくとね、わかりませんから、ね、はい、だってケンちゃんって昔かまぼこっていうバンドやっていたので、かまぼこっていうバンドやってた、はい、かまぼこってバンドやってるだけで、かねてつっていうね、テリカフーズさんのバックスポンサーが決まって、そんなにケンちゃんね、あのテレビ CM とかにてっちゃん、てっちゃん、かねてっちゃんって商店街歩きながら出てたんですよ。僕なんか渡辺フラワーっていうバンド15年やってますけど、全然鼻の協賛つかないですけど一切ぜひともね、お花屋さん関係の皆様、ちょっと濃いめのね、はい、ちょっと黄土色なお花なんですけれども、手挙げてくださいね、お花屋さん、ぜひぜひお声をかけていただきたいと思います、はい。